ブロンドレッドヘッドはアメリカ合衆国ニューヨークを拠点に活動するロックバンドで日本人女性カズマキノとイタリア生まれの双子のパーチェ兄弟からなる3人組である。バンド名はニューヨークのノーウェーブバンド DNA の同盟の曲に由来する。1993年結成。当初は4人組で活動。1995年にソニックユースのドラマー、スティーブ・シェリーのレーベル。 スメルズ、ライクレコードから2枚のアルバムを相次いでリリースする。間もなく、日本人ベーシストの牧高橋が脱退し、代わって、同じ日本人の東子安田が加入するが、彼女も、またほどなくして、バンドを去り、以後3人組として、活動を続けることとなる。バンドは、シカゴの名門インディーレーベル、タッチゴーレコードに移籍し、1997年から2000年にかけて、 同レベルから3枚のアルバムをリリース。2004年には 4AD に移籍し、6スアルバム、Misery is a Butterfly をリリース。4スアルバム、In, Unexpression of the Inexpressible から、6スアルバムまでは、フガジのギー・ピチョットがプロデュースを担当した。バンドは、インディーロックシーンにおいて、着実にファンを増やしていき、2007年にリリースされた、7スアルバム、 23は最初の週に1万1000枚を売り上げてザ・ビルボード200で初登場63位を記録している。また、同アルバムのタイトルトラックは日本でクリスタルガイザー2008年キャンペーンソングに起用された。ありがとうございます。